大山益達は1923年大戦の予感が漂う激動の時代に生まれた。幼少より気性の激しさは人並み外れ、運命に導かれるがごとく武道の道に足を踏み入れた。大陸に伝わる剣法修行を皮切りに、大山は初流空手を収めていった。拳の強さでは大山に伍するものなく、ほどなく大山は実力ナンバーワンの地位を空手界に築くことに成功した。しかしその強さの一方で、大山は徐々に空手界で孤立していく。大山にとって不遇の時代がやってきたのである。だが純粋に強さを求める大山の生き方は多くの若者たちの心を捉えた。海外遠征、猛牛との戦いを通じ、大山の名が全国に轟くのにはそう多くの時間を要しなかった。目白の焼け跡の露天道場から始まった大山道場は、1964年国際空手道連盟極真会館として生まれ変わることになる。喧嘩空手と異名を取る空手界の梁山泊として、大山率いる極真会館は視界に一大勢力を築くことになるのである。1969年9月東京体育館にて第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会が開催された。直接打撃制、ノックダウンルールを採用するこの大会は、寸止め全盛の空手界に大きな衝撃を与えた。日本に大山益達あり。こうして大山のゴッドハンド伝説は極真空手の名のもとに全世界に遊飛していったのである。辛さ、悲しさ、いたつかわからないよ。殴りをやった男は男の中の男だよ。若い時には冒険をするところにね、道の相互が合うし、道の数字が出てくるからね、楽しいよ。それを私たちは追求するために生きるんだから、人類というのはそんなもんだよ。玄関の奥秩父三峰さん、若き日の大山益達はここにこもって空手の修行を重ねた。いわば空手家大山にとっての原点と言ってもいいのが三峰さんなのである。極真会館の冬合宿はこの三峰さんで行われるのが毎年の恒例となっている。
はい、空手、それは素手で戦う武術である。人間の手を研ぎ澄まされた刀剣とし、全身を灼熱の弾丸とする。空手の稽古は体力作りとともに精神修行が重要となる。礼節を重んじ、技と精神力の融合があって、初めて真の武道家への道が開けるのである。また空手の命は組手にあり、組手の命は基本にある。組手とはまさに実践のことであり、その実践を支えるものは全て基本に通じている。三角よく見て構えて、はい、よし、はい、よし。こういう風に蹴ったら、こういう風に蹴っていったらさ、棒殿下、オーストラの棒殿下に大きいやつがこう座ったん、後ろに蹴っちゃったのよ。分かった。それを何回もやってもね、座るのよ、棒殿下。来るなと思ったらパッと座る。何回目の大会だったかな。第2回世界大会。世界大会の時に、川端だよ、君たちの先生。そして、立ち上がるんだがね、宝、これを見てごらん。回った。はい、一。こうやって、これを蹴って、これが立ち上がった時にね、こう回った。蹴っていくときに、ね、当たるでしょうが。だからこれを練習しなくちゃダメ。分かった？川端も分かったよ。あのね、あんな小さい体で8位に入る。8位に入ったから。川端、君たちの先生、うまかったよ。そして中村とやったときに、何回目中村があの技割り取れたのは、はい、第10回全日本選手権。全日本のときに中村がね、誠がね、追っかけるときに蹴られたもんだから、パッとね、中村がね、膝をついて朝割り取られたよ。だがね、もう死ぬもの狂いで追っかけたもんだからね、結局力に負けてしまったけれども。3、はい、ひねて3。これじゃないとね、こうこうこういったらね、これは君相手倒れないよ。相手のね、肋骨をぶち破ってね、相手の心臓の方へね、拳を突き出すというような気持ちで下へこう、そしてこう、この時に腰をひねらなくちゃ。体重を全部乗っけるんだよ、80キロの体重を。イエーって、分かった？もう一発で倒れないといけないから。こう持ってね、この練習から始まるんです。はい、持ち上げてごらん。この練習をやるんで、座ったらここが強くなる。だからお互いに立ってね、こう強いな。やっぱりキャプテンは強いよ。キャプテンは強いよ。はい、3、インジョン。極真空手は喧嘩空手、邪道空手、ぶち壊しの空手と言われ邪道視された時代があった。実際、極真空手はいついかなる時も実戦を重んじ、勝つことにこだわってきた。が、果たして真に強さを極めることだけが極真の目指す道なのだろうか。3連覇を果たしてこそ真の王者である、そう断言した極真空手創始者大山松達は、松井をどう評価したのであろうか。30年に1人か、50年に1人か、半世紀に1人かもわからない。あの麻酔みたいなや ものがこの次出てくるかどうか非常に疑問です。1994年4月26日大山桝達永眠。大山の意思を受け継ぎ、松井は国際空手道連盟極真会館館長に就任する。二つの動作にならない。挙動、挙動、ね、一つの動作で、完結する。勝ったね。創始者大山桝達から世界に広まった極真空手。その意思を継いだ館長松井翔慶は盤石の礎を築いた。そしてこれからも松井は極真会館のさらなる発展と極真精神に基づく理想実現に向かって、全世界の門下生たちの先頭に立って最前線で戦い続けるだろう。